ブラックはホワイト。皆さんこんにちは。BW ニュースです。私キャスターのポール宮田です。さあまず最初のニュースは、地元福岡の知事選でご利用しした候補者が大敗をし、責任を問われております麻生太郎副総理。最近毎日豆腐を食べていることが判明をいたしました。ですから表情がいつもにがりきってるんですね。まあ地元福岡では麻生だけにこれ以上責めんといてくださいという声が出てるそうです。華麗な一族で知られております麻生太郎さん、華麗だけに今後はスパイスの効いた政治をしていただきたいものです。さあ続いては、先日国民民主党解散をツイートいたしまして話題になりました菅直人元総理大臣、各方面から反発が相次いでいる様子です。首相の当時は鈍感、欠陥、すからかん、さまざま揶揄されておりました。とんちんかんな政治で国民を悲観させ、ソース感を受け取りました。しかしながら彼は過去の栄冠を忘れることができないみたいです。先日地元でクリーンな街づくりというイベントがあったそうですが、そのイベントにおいて壇上に立ち大きな声で菅のポイ捨てはやめましょうと叫んだそうです。以上 BW ニュースでした。